藤井,藤井秀吾、藤井秀吾、藤井秀吾、1977年5月12日体は、愛媛県伊予市出身の元プロ野球選手、投手、現在は、巨人の打撃投手、左投げ左だ。二、愛媛県立今治西高等学校へ入学する、伊予の会話と呼ばれ、同年夏の全国高等学校野球選手権、愛媛大会決勝で、 平井聖子を要する宇和島東と対戦するが3から5で敗れる。の第67回選抜高等学校野球大会には4番、エース、首相として臨んだ。準々決勝、鶴岡一世を要する新高学園戦で1点リードしている9回表の投球中に左肘内側側腹靭帯を損傷し降板。その試合は、 逆転を許した後の9回裏西での藤井の同点タイムリーもあり、延長13回サヨナラで勝つが、準決勝は当板できず沢井洋介を要する、長子商業の前に敗退した。同年夏の愛媛大会も怪我で当板できず、松山商業に4の5で敗れた。この時は一流一種として出場していた。2、早稲田大学人間科学部に進学。エースとして活躍し、 東京六大学リーグでは通算48試合登板で24勝10敗、防御率1.91、249奪三振の好成績を残す。ただし在学中チームのリーグ優勝はわずかに一度に終わるなど不遇な面があった。2年生春にはベストナインに選ばれた。当時、日本生命公式野球部で活躍していた福留浩介とは、 高校2年の冬休みに1回トリプル A アジア野球選手権大会日本代表選出され、渡辺元地監督の期待に応え、第1回トリプル A アジア野球選手権大会優勝に貢献して、以来の親友。1999年のドラフト会議でヤクルトスワローズから2意指名、逆指名を受けて入団。プロ1年目のは全てリリーフで31試合に登板。 4月29日の対読売ジャイアンツ戦でプロ初勝利を挙げた。は、開幕前に山部太志、高木明次が相次いで故障したこともあって先発に転向する。開幕から先発ローテーションに定着した。6月17日の対広島東洋カープ戦で初完封勝利を挙げる。その後も好調を維持した。初めて規定投球回に到達し、 最多勝利のタイトルを獲得。ベストナインにも選ばれた。5月22日の対巨人戦において、ヤクルトが8対1と大量リードして迎えた9回、表西三塁の場面で、夕郎を打ち全力失踪した。その後、9回裏のマウンドに上がった藤井は、巨人ベンチからヤ地を浴びぐんだ。この回には、先頭の江藤里志にソロホームランを打たれ、その後の松井秀樹。 清原和弘、高橋義信に3連続死死球を与えるなどして、交番、試合はヤクルトが勝ったものの、藤井はヒーローインタビューを拒否した。この件については、大学時代から交友関係にある乙武弘忠にルールを知らなくてさと涙ながらに漏らしている。藤井はこの出来事から16年後、2017年11月26日放送の 中井正宏のプロ野球チンプレイープレー大賞2017に出演。この番組でヤジの一件が取り上げられ、司会の中井正宏はゲストで出演していた元巨人の元木大輔をヤジを飛ばした犯人だね、と指摘した。から、背番号を23から18に変更。開幕投手を務めた。この年も抜けた勝利を挙げ、11月の日米野球では2試合に、 登板し、打者二十八人に対して五安打自責点1、1敗の成績を残す。は、開幕前から、左肘の違和感を訴え、四月二日の対、中日ドラゴンズ戦で、先発登板したものの三回途中で降板、翌日に、左肘内側側側側副人帯断裂が判明した。高校、大学時代は、周辺の筋肉を鍛えることで克服してきたが、3度目と、 なる故障で手術にに踏み切り、このの年は試合の当番に終わった。4月28日に交通事故で頸椎を捻挫するが、5月26日の対中日戦で4 2 0日ぶりの登板。6月30日には復帰後初の勝ち星を挙げるが、8月19日に左膝じ帯を損傷し登録抹消。15試合に登板したが4勝6敗。 防御率5.51と復活したとは言い難い成績だった。オフには、返答戦除去手術を受けた。4月6日の対中日戦で14奪三振を奪う、好投を見せた。5月5日の対中日戦では、タイロンウッズに顔付近へ投球したためウッズが抗議、したが、藤が両手を横に広げ当ててないだろうと、ジェスチー、激光したウッズに右方をオーダーされて、 軽承を負った。藤井には舌を出す癖があり、これをウッズが挑発と誤解したことが暴行の原因とされている、ウッズは退場処分。後年、この件に関してウッズと藤井は和解している。前半戦は防御率、脱三振でリーグトップを独走するが、白星に恵まれなかった。監督推薦で出場したオールスターでは、 1> 第1戦に登板、打者12人に対して6安打自責点4の成績だった。しかし9月だけで、防御率を1点以上悪化させ大きく失速、3年ぶりの規定投球回到達及び2桁勝利を挙げたが、タイトルは獲得できなかった。4月16日の対中日戦、松山坊ちゃんスタジアムで地元初勝利を飾ったが、勝ち負け数が並んだまま、8月10日に、 不審のために軍落ちとなった。この年は規定投球回を満たせず7勝に終わった。7月4日の対阪神タイガース戦で、プロ通算50勝を挙げるが、2年連続で、規定投球回不足で7勝に終わり、防御率5.05など、自己アーストに迫る成績に終わった。メジャーリーグ志向が強いことと、若手の積極起用の構想から、2008年1月11日に、 川島慶三、橋本義孝、押本武彦とのトレードで、坂本八太郎、三木はじめと共に、北海道日本ハムファイターズへ移籍。背番号は、ヤクルト時代と同じ18。4月19日の対福岡ソフトバンクホークス戦で、移籍後初勝利を挙げた。先発ローテーションの一翼を担うが、打線の援護に恵まれず、 レギュラーシーズンは19試合に投げ防御率3.25と比較的良好ながらも3勝8敗と負け越して終わった。しかし、オリックス・バファローズとのクライマックスシリーズ第1、ステージ第2戦では、ライアングリーンや武田勝など藤井よりも好成績をした投手陣を跳ねのけて先発を任された。この年15勝を挙げ、 レギュラーシーズン9連勝でシーズンを終えタイパリーグは15勝1敗と圧倒的な成績を残していた小松清との投げ合いだったが小松は味守備に足を引っ張られ6回3失点で降板した一方藤は6回03を投げてタフィローズの敵自打の1点に抑え勝利投手となりチームの第2ステージ進出に貢献したしかし 第2ステージでの埼玉西部ライオンズ戦では、第5戦に3回途中から登板したが、先発したグリーンの出したランナーを返してしまった。結局3回に3を無失点の内容だったがチームはそのまま敗れ、CS 敗退となった。は、交流戦後半に一時離脱した以外は、先発ローテを守り、22試合に先発して7勝を挙げた。巨人との日本シリーズでは、 第5戦に先発し7回無失点と高騰した。しかし、交番後の8回に同点に追いつかれてしまい。9回に一度は、勝ち越すもその裏に2本のソロ本塁打を浴び、さよなら負けを喫し、第6戦もチームが敗れ、日本一を逃した。同年のシーズンは、なしが正隆監督の方針で5回、または6回で交番した試合がほとんどで、規定投球回に達していないこともあり。 11月9日に新しい場所で成長したいとして遺跡を日下げとした FA 権の行使を表明した。前年から導入された国内 FA 権を行使したのは藤井が初めてである。阪神が興味を示したものの具体的なオファーはなく、日本ハムも再契約を否定したことで、一時は所属先がないまま来季を迎える可能性もあったが、12月8日に、 巨人への入団が決定した。背番号は99。しかし、新しい場所で成長したいという理由で、FA 権を行使したのは、表向きの理由であり、実際には、藤井は、日本シリーズ第5戦から3日後に、戦力外通告を受けており、球団から、首だと、イメージが悪いから、FA したことにしといてやると言われ仕方なく、FA 権を行使し、 北海道を裏切ったみたいになって辛かった、と、藤井は引退後に明かした。は、開幕から、先発ローテションに入り、4月27日の中日戦で遺跡後初勝利し、5月3日のヤクルト戦で勝利し史上8人目の12球団勝利。7月30日の広島戦で4回0、3を投げ後失点し、8月2日に2軍落ちする。 8月29日に一軍復帰し10月2日の東京ドームでの横浜戦で約3ヶ月ぶりに勝利し規定投球回に未到達であったが7勝を挙げた。和解幕ローテーション争いに敗れ2軍スタートとなった。9月9日の広島戦でようやくシーズン初登板を果たす。この試合で 先発の東野俊が審議隊ともに準備不足であると、原監督の怒りを買い、1回で降板。藤井は2回から2番手で投板したが、栗原健太に2ン本塁打、石原慶光に、ソロ本塁打を打たれ5回3失点で降板した。結局この試合で結果を残せず登録抹消となり、同年は、この1試合のみの投板に終わった。オフには25%の減額制限を超える。 半額の3500万円で公開した。1月11日、巨人へ FA 移籍した村田修一の人的保障により横浜 DNA ベイスターズへ移籍。背番号は0で、開幕は2軍で迎えたが5月14日に1軍に昇格すると2試合目の先発となった5月28日のオリックスバファローズ戦で605日ぶりの勝利を挙げた。 10月1日には1 0三振を記録するが、この試合は6イニングで降板し、先発無関東が103試合連続取り、西口文也の102試合連続を抜き、先発無関東連続試合の日本記録を更新した。一時先発で6連勝を記録。8月15日の7勝目を最後にシーズン中に白星を挙げることはできなかった。 投板数は16試合に止まり7勝止まりで安定感も欠いたが数少ない左の先発として役割を果たした。オフの11月にはストーカー被害に遭っていることを自身のブログで明かした。は、開幕戦の3月29日の対中日戦で2002年以来11年ぶりの開幕投手を務め、6回に失点内容で勝利投手にはならなかったもののチームは勝利。 四月二十七日の大半審戦、横浜で、ヤクルト時代の二千二年五月二十九日の対、巨人戦以来、十一年ぶりの関東勝利を記録し、自ら持っていた連続先発無関東の日本プロ野球記録を百七で止めている。七月十三日の大半審戦、甲子園では六対零で十一年ぶりの完封勝利を挙げるなど、開幕から先発ローテーションに定着するも、 8月24日の対巨人戦で先発した際に、左ヒーちの違和感を訴え1回途中、わずか17球で降板。最終的に21試合の当板で6勝5敗、防御率3.54の成績を残した。は、公式戦出場がなく、10月3日に球団から戦力外通告を受けた。11月に行われた12球団、合同トライアウトに2回とも参加した。 独立リーグや海外からのオファーはあったものの、NPB 球団からのオファーはなく現役引退を表明した。翌12月2日に自由契約公示された。2014年12月18日、古巣の巨人と打撃投手として契約したと発表された。背番号は221。4月14日、自身のブログで遺伝性の心臓疾患を患っている。 ことを公表した。ブログによると、心臓が昔から悪いことは自覚していたものの、病名が判明したのは、プロ入りしてからであった。現役中は、能力が下がる、可能性やドーピングが心配だったことから投薬は、避けて、毎年の経過診察だけで過ごしており、引退してから、投薬治療を開始している。平均球速約時速1 3 7トルの、ストレートや縦、 横のスライダー、サークルチェンジ、カーブなどの持ち玉を低めに集める。シーズン中を含めてブログをほぼ毎日更新している。2008年10月には月間更新回数222回を記録するなど、1ヶ月の更新数をゾロ目にするこだわりがあり、ほぼ毎月ゾロ目を達成していた。内容のユニークさもあって、9回ナンバー1ブロガーとして取り上げられることもある。 愛犬影チワワを3匹飼っていることに、ブログでたびたび触れていた。ところが、2013年1月5日の更新で、通算5000回目の更新となった際に、突然ブログの休止を宣言した。ただし、その翌日に、ブログの継続を宣言している。登場曲は、アニメ、名探偵、コナンのメインテーマ、作曲、王のカツオである。アニメもよく見ているようで、 ブログでも紹介される、名探偵、コナンの原作者の青山豪昌やアニメの声優陣とも交流が深い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。